ストーンフリー、糸の形の時は遠い距離まで行ける。このストーンフリーで鉄格子は破れるか。今はまだ無理。ごめん、ちょっと小銭貸してくれない？いいわよ。はい。あんたこそ今並んでなかった。バーカ、新入りか。一人何分の通話時間なのに、どうして1ヶ月も待つことになるのよ。電話したい、声を聞きたい、ママの声を。今ブロンドの女に1ドル貸したろ。あれすぐに返してもらった方がいい。囚人同士で金品を貸したり借りたりすることは絶対にやっちゃいけないことだ。そしてたかられるんだ。あいつのように部屋に戻ったのにあんたのところに戻ってくるつもりはないみたいだ。ちょっと邪魔していい？あら、こんにちは。それより電話代なんだけど。もちろん後で返すわ。戻ったんでしょ、今ある。うるせえぞグダグダと。あんたを今いる場所から出すのはあんただよ。絶対に面会室に行っちゃいけないんだ。死ぬこと以上に不幸なことが起こるんだよ。おい貴様、鉄格子をつかむんじゃない。離れろ。規則だからな。すでに話していた。しかも2発殴った。起立しろ、手錠をかける。そこにあるマークの位置に立て。許可があるまでその位置で待て。面会をやめて部屋に帰って。でもこの世には死ぬより恐ろしいことがあって。私が元気だってママを少しは安心させてやりたい。これを持って行って。何をしている、早く帰れ。ジョリン、母さんに預けておいたペンダントは受け取ったか。おやっち。ジョリン、聞いているのか。ペンダントは。ジョン・ガリエ、現在ここの男子館に収監されている。全てはこの男が仕組んだものだ。全てこのジョン・ガリエが刑務所から指示したことだ。こいつは何のために私を刑務所に入れたと聞いているんだ。お前と俺の血がつながっているからだ、ジョースターの血が。かつて俺はジョースター一族と因縁ある敵を倒した。すぐにここから出す。法律は無視する。スタンド能力は身についたか。スタンド、じゃああんたも愛情ってわけか。あんたのことはもう心の中にないのにさ。手錠が、いつの間に。ジョリー、そのドアから離れる。時を止まる。これは本物だ。ジョン・ガリエの狙撃と見て間違いない。ちょっとずつ、少しずつな。見ろ。でも遠ざかっていく。すごく軽いみたい。空気に舞っているだけみたいだわ。何かに反応している。だが糸の動きではない。狙撃の仕組みが分かるまで動くな。いいな。偉そうに私に命令するな。てめえは完全に懲罰も送りだ。おい、動くな。この野郎。ジョリー、